よし、続けてみます。第92話、戦団鑑識学。敵の新型戦団が市街地上空で動きを止めました。おそらく攻撃の準備をしていると思われます。現地に向かい偵察チームと合流。攻撃隊が到着するまで敵戦の監視を続けてください。テイルアンカーですね。なんか久しぶりやね。アンカーはやっぱりそう、壊しやすいしね。で、ウィングダイバーで突っ込んでってレイピアとか壊すっていう簡単な壊し方できるし、こればっかりはダメージとか上から侵入できんしね。うまく考えたもんすね。ってことでレンジャーでいきます。で T2 ストック KF、 これやっぱマジで使いやすいですね。ダメージはさほどなんですけど、やっぱ精度が高いってのは強い。今まで使ってきたやつってやっぱ B とか、そう B マイナーとかなので、で今持ってる T2 スト KF に関しては A マイナーって、そう普通に最あブレイザー強いなただこれリロードできないやつで、軍曹が後半持つ武器なんですけど、あこれすごいな。 S プラプラ間違いなくエイム通り飛んでくやつね。で、片方スラッガー持って、これはもう一撃特化で、で、やっぱ射程かなり短いですね。T2 ストークに比べたら。で、まあ一発160まで出るようになって、貫通タイプ。なので敵に囲まれたら使うって感じっすね。やっぱ安定してるのはやっぱ T2 ストークかなり強い。で、ズームも効くしね。で、サブは、カバンですね。マシンガン、アサルト系のやつ。まあ、スナイパー系とかランチャー系とかレベル高いの出てるんですけど、今見たらレベル低いな。11。今30ぐらいまでもう高いやついってるんですけど、やっぱ使いやすいですね、カバン。8とか来た場合かなり仕事してくれるしね。ヒットポイントが少ない敵。で、特装備は速さが上がるやつ持ってきてます。最高。まあ、こっちはどんどんインフレしてってるので、やりやすくはなってってるんですけど。レンジャーに関してはなんか特殊な装備っつってもまあ、ショットガン。バカみたいにおるけど。ショットガンとかグレランとかまあ、言うほど、めちゃくちゃおるけど、これ全部やらんな。あれこれ初見？話聞いてもいいかな。もう軍曹相棒にしてよ、すぐ死ぬから。やれます。あ、そっかそっか、湧くのか。こういう場合はカバンでも投げといて貫通系でやるのが早いか。あ、仕切ってくれね、しっかり。テイランカー、そう久しぶりやし、この世界じゃ初めてだっけ。ジョシコちゃんですね。シールドはコップを逆さにしたような形状です。うまいこと言うね。真下から上部を狙ってください。ウイスキーとか入ってそうなやつね、コップよし、狙いそうな。これ案外早かったよね。そんな一文高くなかった気がする。あー、リロード3500、4000ちょいか、4000ちょい。どうだ、ご紹介マップでもないよね。一応知ってしまっとるから、さっさと真下行ってもいいね。枠から見せもレンジャー一文ですげえいったな750もある。ステッパーもある。一番初期があった自分初めて乗った車があの SMX っていう、このもうどっか行ったな、うん、これからこのステッパー号を半分に切ったようなやつ、通称ラブホーカーっていう名前がついてましたけど、実際そういうのしやすい車でしたね。フルフラットってのが良かったですね。ベンチシー、湧いてる雲、ただ昔の雲はね、ショコラチョコ味の雲じゃない。カバン持つとか、こういうのカバンあると便利やけど、まあサイレン、詳細を確認中です。尻尾から撃ってきとる。
サイレン来る系。5でもやたらエルギルスとかアーケですか。あいつら横切ってったからな。4000ちょい。2000いった。3000、4000、うん、4300で壊せる。カバン使うか。お、なんか偵察チーム石膏ね。朝の人じゃない、スカウトか。アサシンって言ってしまう。スカウトってよく言っとるよね、無線でも。こちらスカウトっつって、それがこいつらってことか。生きとるや。めちゃめちゃ横におるや。おかわりください。敵も優しいね、一本一本。あ、向こう出た。どうか、さっさと真下行くか。あ、じゃじゃ、切り株が。真下行こう。あ、なんか背低いなこれ。あ、じゃじゃじゃ、背低い、やたら低い。これだけの敵戦がいる。だが、これスラッとか投下するアンカーは一機ずつか。おうおう、どういうこと？実験？敵が慎重すぎる。なんか様子見てんのか。俺を見とる、もしかして。地球のエース。敵船が動き出しました。ここを伝えるようです。なんかいいデータ取れたって感じ。追っ払ってやったぜ。いや、喜ぶな、ちょっと早計やな。サイレン、作戦エリアに到達。はあ。もうじゃあ次のショーでやろうぜ、それ。もう。え、ガチでやらんなん系か、これ。あ、どこ？俺。まあ、この装備でやれんことはないかもしれん。ダメージ出たらやらんなこと確定するな。やっ、あ、当たる前、あー、は？てか忘れとった、あのブレスかませんな。いや、乗り物持ってこんと無理やぞ。 EMC とかどっか行かんわな。え、ちょっと待って、低ランク出そうかしてない、これ。嘘やろ、今忙しいやん、明らかに。アンカーを放置することはできない。いいとこ、だが枠前に行けるんじゃない、これ。戦力はない、ちょうど真下に持った。本体はまだか、ラッキーで、あっちもだ、え、違う、なんだこれ、サイレンの反応。まずいまずいまずい、一旦下に。は？なんでこんなワンパン？よし、帰ってきました。ちょ、サイレン、むずこの動かし方。サイレン逃げるように持ってきたんですけど、これむず。ちょ、待って、むずい。いや、5の時も、あー、無理やな、これ。めちゃめちゃ、どう、なの？機敏すぎるな。アンカーを放置することはできない。来た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 。サイレンと戦う戦力はない。さっきと一緒。さっさと壊し、あ、ドローン湧いてやがる。めんどくさ。待て。火吹いてる、火吹いてる。いやー、ちょっとバイク失敗やな。まあ、またある。あ、届いて、あ、スラッカーやからか。あ、これさっき死んだとこや。すごい一瞬で死んだよね。何やったん、もして。え、ただこの場所すごいいいけど、あのブレス、何が、よし、戦闘開始。あ、味方か、味方おる、すごいいっぱいおる。攻撃を開始します。ここまで耐えれ、すごいおる、サイレンが暴れまわる、はちゃめちゃにおる。やべ、ちょ、引いとる。引かれ、あ、すごい、フェンサー部隊すごい。俺たちの部隊に来い。歓迎する。行きます。あ、ガードしてくれる系？これあれ、ガードマンじゃないの？
サイレンを攻撃しろ。あっちもすごい、この先にもなんかおる、めちゃくちゃおる。おお、ドローンなんて一瞬で。いや俺サボってもいいバイクの練習しとっていい。めちゃくちゃ使いづらいしな、なんかやたらフラフラするんですよね。フェンサー系多いね。これこそガードマンか。はい、あでもまだおる。あーなんか、いや全然届いてない。俺んとこじゃないっすか。うぶのカバン投げよう。なあすぐ飛ぶ。この感じなら、このあこれでも当たってないんか。スナイパー系持ってきた方がいいんか、対サイレン。あーヒ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 ー。あーそう、あの回復系のやつがバックパックかな。うわ届い、これ届いてるのか。あるんですけど、こんだけ多かったら回復系持ってきてもいいかもね。お前手前のやつ狙え、ちゃんと。なんか向こうか。の暴走に巻き込まれるのを恐れている。アンカーを投下して離脱する気だ。あやべ、ヒヒヒ、やべ、ドローン巻きすぎてどれがアンカーかわからん。どこだどこだどこどこ。あったあったあった、こっちか、こっちだ。味方全然一人ね、とりあえず。ただヒットポイントすげえ減ってるやつも結構ある。俺こっち行くわ。いや結構低いの多いね、まあ、高くすればするほど下から狙われるからか。この位置だ全部シールドに気づけ。あでも早く倒せたね。いや頑張ろう。周りの攻撃もしっかりダメージ入っとるはずだから。またあっちあっち角度いい加減な角度。あークラゲ軍団はもう諦めた。プライマーですらサイレンをコントロールすることはできない。お前らが放ったんちゃうんけ。まあ前の5の手ならそういう星で捕まえてきたなんかペットみたいな状態、当たった当たった、ペットみたいな状態やから、やっぱそういう自分らで作り出したもんじゃないから、そういうことか。いやちょっと人も嫌な感じで減っとるな。にしても重たい、重たいよ。これ考えるとあのプレステ5とか、やべえ、火食らっとる、火食らっとる、まずい。モロ食らったらマジ死ぬしな。ただ味方かなりおるし、ちょっとなんとかやってくれんけ。あバイクあるあ回復回復回復、まあまあ回復したけど、この先にも塊がある。みんな頑張って、俺回復してあげるから。あ結構ある、前回ぐらいはいくか。めっちゃ多い点あるね。いやほんとサボってもいいやろ。いやマジでブレス厄介。いい声処理お前まだかな。まあでこういうマップは5でも4でもよくあったけど、殴るだけ殴ってお疲れさんってやつ。カバン近づいたらスラッガー、ちょっと , 笑ってるやつ俺。いやー吐く、かわせんやつ、どうしたもんかな。直いや今回あんま食らわんかったね。え遮蔽物のおかげかな。案外軌道しっかりしとる、ベクトル的になんかそうこういう方向で行くだろうから、こういうところにおったらめっちゃ食らってるなみんな
早く帰ってくれんかな。どうせ倒せんだろ。知っとる。あ、火吐いとる。円形に火吐いたの、今。そんな今回も食らわなかった。お帰りください。帰ったか？帰ったな。サイレンが逃げていきます。よし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 。追う必要はない。行かせろ。にしてもどう倒す気でおるんかな。うざいな。あっちあっちあっち行って。この戦力では。マジで人殺しした。ですが、サイレンも不死身ではないようです。おお。ダメージはあるからね。24時間以上眠り続ける姿が何度か確認されています。いずれも攻撃を受けてから数日のことです。ああ、初めて発見したのの。つまり地下やったよね。傷を癒しているということか。巣を狙いに行くってこと？攻撃を受けたサイレンは数日以内に眠りにつきます。うん、眠りの深さは様々で、数時間で目覚めることもありますが、うん、確認された最長は46時間です。2日間いかんぐらいか。攻撃は効いている。それなら戦いようはある。休眠のタイミングを狙い、攻撃作戦を行います。ちょっと、だいぶ殺してしまう。あ、じゃあしばらくじゃあサイレンを追っかける感じになるんかね、これは。